おはようございます。速っ塾の久保です。今日は4月6日ですね、えー。5時16分の相場解説になります。ご覧いただいているのが冷やしなんですけども、昨日までのお話で上昇トレンドが新しい展開に入りました。変わり目ですよって言いましたよね。変わり目っていうのは何もここから下落していくから変わり目っていうところばかりじゃなくて、新しいフェーズとして新しい倍上がりの、上がりの流れがね、始まるのも 変わり目なんですよこういうふうに大きく見ると125円をつけて大きく値を戻したところからが押し目となってさらに上昇するってことも考えられたわけですよねで、えー、それがもうすぐどっちに行くのかはっきり分かるということなんですけども今のところ言えるのは前回の水準123円あたりまで来たんでここからですね以前急速にヒゲを出して125円をつけてからの下落ですよね ここがどのように作用してくるかってことになります。おそらく N を書いて130円に向かっていくんではないかなと思いますけども、今のところちょっと材料が少ないんで、えなんとも言えません。ただこのね、冷やしを見てるに付け、まあ、右肩上がりで間違いないんではないかなと思いますけどもね。じゃあ4時間の方を見ていきますよ。さあ4時間を見ていくと、このようにわかりやすくなっているのは、 この黄色い水準をここですね黄色い水準を超えてで「ギャラクトレンド」もう一回書いたんですけどもこの黄色いところから横にブーッと引いたところですねこっから上のフェーズになっているってことなんですよここねできっちりとここにレンジが作れるんですよねこれをもうちょっと細かく見るのが1時間軸なんですけどもここでちょっと時間を巻き戻してですね 4月5日、昨日の17時のこのポイントに注目してみたいと思います。ずーっと短めの陰線陽線が並ぶ中で、丸の書いてあるところ、ここには大きな陽線が出てますよね。これがきっかけになります。で、黄色い、この、ゾーンが横に広がっていくと、さあどうでしょうか。昨日もお話ししましたけども、 下の方にはローソク足シがほとんど存在してないのに、上の方には大部分のローソク足シが存在してますよね。で、この赤い丸の中の要線です。そうなるとですね、これが見えてくるんですよ。こちらと、こちらと、こちら。ラフに横線をビューッと引くとですね、さあここにレンジが見えてきます。ここまでできますか どうでしょう,かうんどうでしょうかねちょっと難しいですかねまあここまでできたらもうブレイクアウトが見えるよってことなんですよだから昨日の17時の時点であこれはブレイクアウトして上に抜ける可能性が非常に強くなってきたなと思えるんですよなぜならこの丸の中の陽線が大陽線になったからなんですよそれまでは陽線と陰線の繰り返しだったんですけども 大陽線が出たところで均衡が崩れて、これは上へ突破する力がかなり強くなるなってことが分かるんですよね。じゃあ17時の次の時間軸のを振り返ってみましょう。次はですね、深夜3時です。本日4月6日の深夜3時なんですけども、どうでしょうか。引いたレンジからですね、ブレイクして、やっぱり上の方に突き抜けていったということです。ですんでエントリーは、 123の110ぐらいからできるんじゃないかなと、現在40ピップス以上含み液が取れている状態です。さあ、しかしこれ3時ですね。3時なんで、じゃあ本来の今の時間軸5時20分になりましたけども、そこにちょっとね、時間を戻してみましょう。えっと、黄色い線と、こちら上の大溶線が出たところ、ここね、大溶線が出たところ結んでいくと、このようなレンジが作れて、 ここはブレイクしなかった。ここはブレイクしなかった。ここはブレイクしなかった。そしてブレイクしたという風うな形でブレイクアウトが見えて取れるわけですよ。同じようにね、下の方のブレイクアウトを見ようと思ったらこうやって見ていくんですよ。で、大きな陰線がここで出ようとしていたんですけども、大きくヒゲを出して上の方に巻き戻されてきましたよね。だからここは下の方にブレイクすることはないなっていう風うに感じるところではあるんですよ。ただ、今度大きな 陽線が出たとき、波大抵の陽線じゃなかったんですよね。まあ、ですから、これは上に抜ける可能性も出てきたなと。それで全体の時間軸の流れは右肩上がりですから、これは上にブレイクアウトする可能性が強くなったなってことで待ち構えることができるんですよね。で、えー、結果、ここのブレイクアウトが取れていくってことになります。で、ちょっとね、また別の時間軸に戻っていきます。冷やしです。冷やしに戻っていきますけども、現在だから、 この実体と実体が釣り合ってるところなんですよ。123円の621あたりで。ですんで、ここからさらに値段を上昇させて、125円のね、このヒゲの先端を超えれるかどうかってところを見ていかなくてはいけません。というのが、前回は125円のこのヒゲの先端で決済した方っていうのは、120円で仕込んだ方と、115円あたりで仕込んだ方、この2つの大きなポジションが全部決済されて、一部の方の大量のね、 ロットが決済されて被疑を出したんですけども、今回の要請程度は、こちらあたりから仕込んでる人のものが多いんですよ。で、そうなると、ここではさすがにね、決済しないんですよね。これが予測です。多分決済しないだろうと。そしてもう一個、ここでも決済せずに、ここを突き破ることを期待した人がここで仕込んだんではなかろうかと思うわけですよね。つまりは、ここで、さらに、追撃の会を、 入れる可能性が強いわけですよいずれも上級者の方でお金を持ってる方ですよ。だから初心者以下の方で、そもそも口座に入れるお金が少ない人ってのが FX の世界には多数存在するんですよ。だからそういう人たちがいくらその小さな金額を集めても、まあ上級者のね、大きなロットにはかなわないっていうところなんですよ。一部の方の巨大ロット、こっちの方がいつもでかいんですよね。で 大多数の小ロット。これはね、えー、本当に、えー、上級者の大きなお金が動いたらもう巻き込まれてかなわないんですよ。まあ、ですんで私たちの戦略としては、の上級者の投資家さんがどこにお金をね、力を入れたかってことを見抜いてそこに後乗りしていくって形です。ね、ということで、もうちょっと様子を見る中で、倍の方で構えて、えー、昨日のから今日にかけてのブレイクアウト、これを利用してね、 えー、上級の投資家さんが資金を大きく投げるところに乗っかっていきましょうってことになります。はいちょっと今日も丁寧に説明させてもらいましたけどもいかがだったでしょうか。あのー、もしね今回の解説前回の解説そしてここ1週間2週間の解説がなるほどそうだよねって分かるようでしたらかなりあのプラスでロットが積み上がってるそうなんですけどもなんかよく分かんないなって方はちょっとまだねあの私の 言ってることが伝わってないと思いますんで、私はなるべくわかりやすくは伝えてるんですけども、最低限の知識がなければ、概念が入ってなければ、多分受け取りきれないと思いますんで、もう一回基礎を固めていただきたいかなと思います。でその中でですねん、今回はちょっとね、二つお話しさせてもらいます。一つはね、私の作った FX の基礎講座。これね、基礎用語集ですあの。古本で買ってきて FX の入門みたいな本買ってきてもいいんですけども、それで覚えきれなかった方、ぜひね、 私のこの FX の基礎講座ご購入いただければ3ヶ月かかりますけども毎日1分くらいで音声講義してますんで頭に入ると思いますそして概念とかテクニカルこちらの方を学びたい方は中級編っていうのがありますんでねこちらは6ヶ月がかりですただ1週間に1本か2本の解説動画送られてきますんでじっくり学びます6ヶ月後にしっかりとねあのフォーメーションがなぞれるように 補助線が正確に弾けるように、えー、トレーニングするコースになってますんで、こちらの方がありますんで、それぞれ、えー、お問い合わせの方はね、メールの方でお取り寄せください、えー。返信をさせていただきますんでね、よろしくお願いします。両方とも有料になってますんで、まあ、ただそんな馬鹿高い金額つきませんので、あの、だいたい3万円前後だということになります。もちろん、これ速化、速乾塾熟成んはね、29,800円っていう話ですよ。一般の方っていうのはちょっとね、申し訳ないですけども、おそこまで安くはできませんので、29万8,000円。これは、 前回販売した有名サイトの価格です。有名のね、アフィリエイトサイトでの販売代行業者さんの価格ですんで、29万8000円、これで、えー、お願いします。まあ、ですんで、速価塾に参加していただければ、これは2万9300円でお渡しできるということになりますので、一番いいんではないかなと思います。それでは本日は以上です。ありがとうございました。